散れ。燃えて溶け出す積み上げた日々など水に沈むこの葉のよう永遠の正義などすでにこの世にはない。脳でうごめいてるこの感覚を信じて崩れゆくこの地平を焼けた程の質量とは、なんということか。こんなものは今の人類の手に余る。アルタミラの石碑、セファールの巨人だが、倒すしかない。だってそうでしょう。そのためのレ奏者よ、ご主人様。
ああ、お目覚めですか。よかった。ムーンセル中枢、あなたのデータは破壊され、まずはあなたのバリューをスキャンします。ラベル。では本人確認です。よろしい。すべて問題なし。成功ですよ。ここの後始末は私にお任せ。やっと目覚めたな、我がマスターよ。うなされてであるのなら最高の目。うむ、言うまでもないが、ん、どうした奏者。要は働き者は好きだが、それあれど、きら星の剣、繁栄の花はただ一輪。あらゆる才を白指に乗せ咲き誇るはバラの皇帝。その剣撃はミューズの調べのごとく。初後の日は瞬きなれど、しるべとなって主の道を切り開こう。引き惚れよ。しかして頼り、惚れ直すがよい。弱し子にして至上の名器、剣の英霊、そなたのサーヴァントだ。うん、やはり開幕はこうでなく。しかしだ、確認するのなら、どうしよう。うん、戻ったそなたが丸一、覚えていないのか。うむ、体を休めるための、どうだ、これがよと。今はとにかく、あるいはまだ他に気になる点があるの。その性質、要は、そしてサーヴァントは、それはそなたは、そなたは世と共に。そう、
我ながら抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ。そんなにじっと見つめられると照れるではないか。矢も話したいことがたんまりとは。喜んでほしい。これこそはセラフを支配する。そうであろう。そう、何よりまあより正確に言う、ま、いかん。とにかく今は休息を。通りと、その前にレガリアを有した。それこそ この者どもだ。ヨガムーンセルのは第一の章、ケルトはアルスターの光の巫女、神明クーフ。おう、久しぶりだな、お嬢ちゃん。聖杯戦争じゃ敵同士だったが。第二の章、神明。かかか、起源もまた縁か。たっての任と聞いたのでな。第三の章、宮廷のもとには神明。ガウェイン、ここ。ええ、そちらの皇帝。うん、それより4人目。もちろんだと思う。選んだのは新たなルールを得たセラフで目。私もこんなことをしている暇はないのだがね。そもそもそのレガリアの、確かに余自身が選んだよ。さて、お、それより私への皇帝。これなる神明。いや、本当に分からぬのだ。なぜだかきちんとサーヴァントとしての礼。ご飯と聖杯戦争の主レガリアの王。うむ、貴様ら。おう、ひっきりなしに。何か。レガリア持ってんのはあんただろう。最もない剣だ、青き者や。であるからこそ、そもそも我が奏者ヨは確かに神王になった。なるほど。んじゃ、まあ用があったら呼んで。では我々も。し、荒事があれば。こ、私は彼らの要望を。我がハートな、それは今後。ミールがいい奏者よ。聖杯戦争のルール、ここではマスターであれ。うん、ちょ、当然であろう。うん、せっかくの奏者よ。嬉しい、誠に嬉しい。二人の気持ちは一緒だったのだな。だが
それはそれ、これはこれだ。こたび考えていたから、はあ、そうであったな。今は姫ごと、さすがは我がマスター。か、さあ行くぞ。勝者、動きが統制されているのか。裏で操っている者がいるのだろう。まずはそのセクターを奪い返す。黒幕探しはその後でどうかね。アグレッサーの破壊を優先してセクターを制圧しろ。
余に全て任せるがよい。一人で戦闘を終わらせる気かね。報告だ。敵増援を発生させているセクターを発見した。このセクターを落とせばこちらにアグレッサーを送り込めなくなるだろう。プラントを破壊すればいい。それが敵軍の起点だ。痛いではないか。